こんにちは。皆さん、はじめまして。秋元でございます。カジノ王、秋元です。笑い。皆さん、素晴らしい、充実した人生を過ごしていらっしゃいますか？私は、素晴らしい人生を歩んでいます。カジノはとても素晴らしいです。ちなみに、私は無罪を主張しております。皆様、私が無罪であること信じて応援してくださいね、笑い。ところで、カジノ推進者は私だけではございません。私だけに責任を押し付けるのやめてもらえませんか？横浜市の林文子市長もゼニゲバ系の政治家で、カジノ推進派です。もちろん、国会議員にもたくさんのゼニゲバ系カジノ推進者がいます。みんな、なんだかんだ言いながら金儲け大好きなんですよ、笑い。ですから一言言わせてください。私にだけ責任を押し付けないでください、笑い。冗談です、褒めまくりです。さてさて、今日は野球賭博と自由民主党についてお伝えします。題して、野球賭博解禁か、スポーツ賭博合法化を検討です。それでは早速行ってみましょう。ブルームバーグの報道によりますと、日本政府はサッカーと野球のスポーツ賭博の合法化に向け検討を開始した。英紙フィナンシャルタイムズ FT が事情に詳しい匿名の関係者2人を引用して報じた。同紙によると、合法化された場合、サッカーと野球を合わせて推定年間650億ドル、約7兆1000億円強の規模のスポーツ賭博市場が誕生する見通し。プロ野球のスポーツ賭博は2024年にも解禁される可能性があり、すでに一部合法化されている J リーグのスポーツ賭博の完全解禁も24年に実現し得るとした。 FT は事情に詳しい関係者の話として、スポーツ賭博への反対意見は、新型コロナウイルス下でプロスポーツ界が被った経済的打撃などで弱まったと伝えた。以上です。皆さん、どう思いますか？どう感じますか？褒めまくりは日本終わったと思いました。自由移民党は根本的に腐り果てた政党だと思います。経済産業省は水商売産業省です。ご先祖様に顔向けできますか？お天道様に顔向けできますか？天才菅野首相は完全無欠のゼニゲバです。そうだと思います。ふるさと納税に、カジノに、息子問題、携帯電話代、GoTo に、この人にはお金しか興味がないみたいです。そしてオリンピックに、RCEPに、賭博です。呆れ果てる人物です。金、金、金です。この人はお金だけなんです。自由移民党は日本人の魂、精神を完全に売り払いました。まともな産業、農業、林業、漁業を徹底的に破壊し、繊維産業、造船業、鉄鋼業、軍事産業、製造業も衰退させました。半導体産業、液晶産業、どんどん破壊しました。どんどん産業が日本から消滅しています。経済産業省は経済破壊省です。やることなすことすべて失敗。その結果、日本人の所得は伸びず、低賃金にあえぎ結婚もできず子供も作れず、1億3000万人を豊かにできる産業はもはやありません。生き残ってる産業は自由移民党と官僚に取り入った産業だけです。ですが、それだけでは日本人全員を養うことができません。それで導き出したのが、インバウンドと称するバカなクールジャパン運動です。日本を売って売って売りまくれという売国土運動です。土地を売れ、不動産を売れ、外国人旅行者を受け入れよう、移民を受け入れようと、プロパガンダ活動を活発化し、旅行業、観光業、飲食業、カジノ業、そして今度は賭博ですか？旅行は好きです。観光も好きです。飲食も好きです。
それらの産業が悪いと言っているわけではありません。しかし、それが国の主要産業になったら世も末です。あくまでも国の主要産業を補助する産業であり、主要産業になるものではありません。東京大学を卒業して経済産業省に入り、考え出した結果が賭博に水商売ですか？どういう神経、どういう脳みそしているのでしょうか？呆れて物が言えません。なぜ賭博が禁止になっているのか皆様に考えてほしいと思います。そこには悪が入り込むからです。賭博には暴力団も入りやすくなります。ヤクザが絡みます。反社会的集団です。八百長も起こります。過去に野球賭博で1969年から1971年にかけて相次いで発覚しました。欲に言う黒い霧事件です。西鉄ライオンズ、現埼玉西武ライオンズ。投手の長安正幸が公式戦で暴力団関係者に依頼され、わざと試合に負ける敗退行為、八百長を行っていたことを理由に、西鉄は長安をシーズンオフをもって所属契約の更新を行わず、解雇とすることを決定する。これをきっかけに大問題化していくわけです。大量に選手が永久追放を含む処分を受けました。西鉄ライオンズだけに収まりませんでした。次から次に暴力団との関係も明らかになっていきます。この賭博とは別に、読売ジャイアンツで名監督と称された藤田元氏事件まで明るみになりました。賭博ではないですが、暴力団との関係です。ジャイアンツよ、お前も、か、の見出しで報道されました。芋づる式です。追及する政治家、警察、マスコミは追及の手を緩めませんでした。西鉄球団の球団幹部から、約550万円の口止め料、逃走資金をもらっていたことなども発覚しました。長安は、衆議院第2議員会館第1会議室にて、記者会見も行いました。この会見には、国会議員まで同席することになります。この話は、あまりにも、膨大で、ちょっと、簡単にまとめて話すことができないほど、暗黒の話なんです。長安は事件発覚後逃亡することになりますが、その逃走資金を大企業の西鉄が口止め料として支払ったり、もちろん当初は西鉄は否定していましたが、結局認めることになります。また野球選手が衆議院の議員会館の会議室で記者会見を行うというこの異常事態、皆さんも想像していただけたら、どういう状態だったか、どれほどの大混乱になったのかわかるのではないでしょうか。この衆議院議員会館会議室では、加担していた選手の名前が実名で暴露されていくことになります。日本社会党中谷哲也、自由民主党塩谷和夫、他弁護士がこの会見では同席しました。この事件は、西鉄、中日、東映、阪神、ヤクルト、ロッテ、太陽、南海の多くの選手が処分されました。そしてオートレース界の選手も逮捕されました。八百長選手は少なく見積もっても30名、八百長の舞台となった船橋オートレース場、大井オートレース場の当時のオートレースの選手は120名だったそうなので、実に4分の1が八百長していたことになります。その後も野球賭博の話は後を絶ちません。読売ジャイアンツのヘッドコーチだった青田昇が野球賭博に関与していたと報道されて辞任。2015年秋、読売ジャイアンツの複数の選手が野球賭博に関与していたことが発覚して処分されます。暴力団との関係は、読売ジャイアンツの原辰徳監督の文春スクープ1億円報道も記憶に新しいと思います。すべて表に出るわけではありません。ほとんどが表に出てくることはないのではないでしょうか。自由民主党の現国会議員の野田聖子政治家の夫は元暴力団員との報道もあります。
なぜ賭博が悪いのか分かりますか？悪の温床になるからです。八百長が起きます。八百長とはイカ様です。イカ様が怒れば何も知らない善意の一般庶民の一般国民が被害に遭います。騙されることになります。庶民の財産が奪われることになります。悪の温床ですから犯罪の温床です。表に出てこない事件も多発します。今の自由移民党には社会の公正さというモラル道徳が著しく欠如しています。ないに等しいと思います。日本国内でカジノを解禁し賭博王国にしようとしています。賭博を行っていた黒川博文元検事長は逃げ延びようとしていましたが、後ろ盾であった安倍の前首相が辞任したので略式命令の罰金20万円を納付したそうです。実に軽い超軽い処分ですよね。お金は政治家の心、官僚の心を麻痺させます。政治家を堕落させ、官僚を堕落させます。時代劇によくありますよね。ヤクザの賭博場の大元締めから官僚がマイナイ賄賂をもらい、そこで行われている犯罪行為、賭博をお目こぼしにすることです。時代劇でも昔も今も騙されていいかもにされるのが善意の一般庶民です。諸国民をしてタイダロー費の兵符を生ぜしめる、健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害する、暴行、脅迫、殺傷、強窃盗、その他の副次的犯罪を誘発、国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ。昭和25年11月22日、最高裁。日本で現在行われているパチンコ。褒め、まくりは、パチンコを全面禁止にすべきだと思っています。パチンコは麻薬と同じです。中毒者が大勢いると思います。賭博は麻薬です。必ず中毒者が出ます。中毒者が出たら、そこに悪の反社会勢力が入り込みます。自由移民党は、日本全土をカジノ中毒、賭博中毒、日本人を中毒民族にしたいのでしょうか？これのどこが保守政党なのでしょうか？皆様にも考えてほしいと思います。それでは今日はこの辺で。また次回お会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録お願いしますね。ご視聴ありがとうございました。今後も皆様に楽しんでもらえるような出来事をどんどん取り扱っていこうと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。